ょちょちょ、あのさ、みんなやばい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 、あれやばい、ちょっと今ね、ギガルトサウルスの卵もう一個ね孵化させたのよ。見てくれこれ、青いギガルト生まれたよ、突然変異で。ちょっと待って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 、じゃあじゃあお前じゃないお前じゃない青いギガルト生まれた、しかも双子なんだよ、双子双子で、ほらほら見てこれ。オッケーオッケーオッケー、待って待って、ちょっと待って、ちょっと場所が悪い場所が悪い場所が悪い、今ほれなんだっけ、5体5体っていうか、まあやってたほれやつらがさ、もうほぼ終わりかけたから、ほれ5体じゃねえ、3体か、3体3つ子だったやつらがまあ育成が終わりそうだったから、あれそろそろもう一個卵孵化させるかっつってさ、孵化させたらさ、まさかのこれよ、ほら青いギガルト生まれた、やばい、めっちゃテンション上がる。ちょっと待って待って、ただ上があれか、ハンニバルのあの赤を継承してるわけか、赤ってか茶色か、茶色とかチョコレート色継承して、まあ下っ腹が青になったって感じなんだよね。やばくねこれ。いやまあこんだけやってきゃもう一回ぐらいさ突然変異くっかなと思ったが、まさか青色くるとは思わなかったわ。ちょっと待って、これってさ、先祖どうなってる、あ2回3回やってるわけか、マジか、ステータスどこ変わってんだこれもはやどこが変わったかっていうのがわからん。まああの命令が変わってないことは確か、命令は215 で固定されてるってのを覚えてるから、これだけは変わってないのは確かで、体力も変わってない、多分体力もね、まあ なんだろう体力も変わってねえな、まあ、どこが変わったのかそんなことは知らねえけど、まあこのカラーリングが生まれたことがめちゃめちゃ嬉しい俺は。やば、いや念願の青いギガノト、いやできればねこの上のところも全部真っ青になってほしいところではあるんだけど、どっちも押すかこれ、あどっちも押すか、いやぜひあれだね、ちょっと白を受け継いでほしいね、どっかでちょっと白を受け継いでほしいわ。やばくない、いやこんエクスティンクションマジさ、ギガノトのさ奇跡の確率引きすぎなんだよな俺、やるわマジ、いや嬉しいわ。はい、というわけで、ごめんなさい。それだけです。すいません。この動画、これだけです。ほんますいません。